だ、根本的な解決には至っていない。根っこには深刻で些細な加害の跡がある。最低なことをしてしまった、そういう存在のリカバー？それができない結果、それはいつまでも地獄にいるわけで。どれだけ苦痛を味わおうと、死んだ後では、慣れる。それよりも、なんでそんな余計なことをした、このクズが。その罵声はいつまでも。資格がないのに、なぜかその人はその場にいたのだ。結果、足りないものを補えず。自分の考案した会社のシステム、それだと基本的には起きない。100万円しか権限がないなら、例えば10億円を超えるようなプロジェクト、それは3回前の問題だからだ。問題が出ても、なんでそんな人を、それはそこに入れた人に問える。何かの気休めにはなるのだろうか、新型コロナウイルスは、未だに。